デルで女優の玉城ティナ、25、が12日、都内で行われた株式会社、ディアプロード、ウォーパル、ワープル記者発表会に出席した。新しい留学支援サービス、ワープルについて、玉城は留学について知りたいなと思ったとき、一つのページから他のサイトに行く必要があったと思うんですけど、このワープルならアプリで全部完結するんだというのが画期的だと思うと評価。留学の新定番になっていくんだなと思えいましたと期待を込めて語った。玉城は以前、ディアプロードの企画でオーストラリアに短期留学したことがあるという。現地に足を運んで、教室の様子だとか、ホストファミリーの皆さんにもお会いしたりできたので、実際の留学の空気感を体験できましたと、満足げに感想を述べ、数日間で終わってしまったのが残念。オーストラリアの気候がすごく良かったので、待機たいなと思いますと裁縫を誓った。